まあこれもしかしてもう今はないのかもしれないですけど、うん、この時期ね梅雨時期なんでやっぱ傘がね欠かせないですけど、うん、そのまあいろんな傘って値段によってね、うん、あのビニール傘もいろいろでしょ、うん、でなるべく今はその子供たちでも使いやすいように結構安全な、なんか指挟まないようにとかなってるのがあるらしいんですけど、うーんカチッてやるときなんか指挟んだりそうなったでしょ、うん、あったな。ただもうこれ今ないかもしれないですけど、うん、このなんて開く前に押すとこ、うん、が金具剥き出しで、うん、いやまずそこが痛えよっていう、あるな傘あれあるかな、まだあれひどすぎるでしょ。あるわ、なんかかぶせるよそこっていう、その、うん、なんて言えないですか、それここなんかね、そう ここねこサメのヒレみたいなね、そうそうそうサメのヒレみたいなやつ、もうバカみたいな表現方法ですけど、うん、あれがなんていうのあれ、鉄なんていう鉄というかね、うん、剥き出しのやつ、剥き出しのやつ痛えよそこがって痛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 てみたいなやつ、しまいにその上でも挟んで、まあまあ硬いしな、そうそうそう硬いし、もう最近はあんま確かに見なくなったけど、まあ、見ないな、あれでし、いやあるある、でもでもあるよな絶対に、 あるある、あれはなんとかしてほしいよな、まあ、安くするためにとしても、うん、あれの必要ある、むき出しの鉄の必要ね、痛いんでも単純にここがなんかもうなるから、跡が、うん、跡つくな、全然硬すぎてね、うん、大体しかもそういうのに限ってこの自分でこういかねえけんやつ、そう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 、なんていうんですか、ポッパって押したら開くタイプじゃないから、うん、ジャンプじゃない、ジャンプ傘じゃないから、もうでこっちでは肉挟むみたいな、うん、最悪のことになるし、あるな、しかもね雨降っとる時なんかもう冷たいけどな、手なんか痛いしな、冬とかそうそ う, そうもう嫌でしょ、うん、雨と傘、うん、傘とかもう本当に煩わしいですからね、せめて快適に開いてほしい、うん、そうやな、いい傘だったらやっぱね、なんかバリアみたいなんできりゃいいのな、いやまあ思うけどまあ考えんかったらこうピッてったらブーン、いやもうカッパだよ、まあまあ近いのがカッパだよ、だからそれに近いのがじゃけんそのもうカッパとかだって、カッパとか結局ベトつくが張り付くし、まあね、うん、でそのバリアにするもうし、まあ着るのとか脱ぐ煩わしさがカッパありますから、うん、じゃなくもううーってやったらふーってやったってなんだよ、まずふーってやったらある程度の範囲こう、じゃけん作業もできる、割と本とかも読める、いやいやそん外で本読める、どういう状況ぐらいのスペース、こう球体な、いやもうめんどくせえし無理で、そのもう何にもないもん、そのもうこんぐらいの装置で、でも何にもない、なんでバリアって、そもそもそのバリア科学的にそんなもんないんで、こんぐらいの装置でボタン押したらブーって、いやもう漫画で本当にもうまず漫画をしばらく読むな、お前はもうそのどっぷりだから漫画の世界に、でも確かにそう思うぐらい、ええだろそれ、もうちょっとでも長靴とかも、うん、女子のはなんかおしゃれなやつあるでしょ、男子のはないでしょ、ない絶対あったらいい人がブチラジとかグチラジで作ってね、ああええですね、売りましょうよもうその、うん、田中さんなんか履いとったな、ええ、じゃああんのかもしれないですね、そのこのなんかショートで、あ雨に強いみたいな、うんうん、でも田中さん車じゃが基本まあ確かにね、クレアって思った俺らびっちゃびちゃに靴濡らしていっとった、ね、本当にね、やっぱ靴微笑が一番のストレスですからね、うん、やっぱどんだけ楽しい催し事があってもそこに行く過程で靴微笑になったらもう終わりですからね、うん、でだ割と爆笑さんと一緒になる時って雨とか大雪とか多いですからね、大体だから大体靴微笑になって、爆笑さんになった時もう不機嫌ですからね僕ら、うん、大体でなんか田中さんパー来てなんかレインブーツみたいな、いやいるって なるだから不機嫌でしょ僕らが、うん、睨みつけて終わるでしょ、うん、ダメでそんなことしたなんでまあちょっとね、これから本当雨の時期なんで快適に過ごすやり方とかね、なんかねあればね、なんかしの言い方、傘もバリアを作ってください、いや作れない、そんな人見てたらすごいよ、いや傘も差しても結局濡れるしな、濡れる濡れる全然濡れる、ね、安い傘ちっちゃいし信じられないちっちゃさの傘あるでしょ、あるある、それこそそのバリアぐらいの規模で、うん、上しかガードしてない傘とかありますからね、そうそうなんでまあまあ、あとこう歩いてる時こうここだけここに水滴がこん、ああ結局来るし、僕なんてリュックだったらもうどっちケアしていいかみたいになって、うん、結局普通に刺したらリュックびしょびしょになるし、リュックに重きを置いたらもうね、うん、ほぼ前に背負うリュック、そうそう、それでももう全然意味ない、うん、結局伝ってくるし、いやな、なんでバリアを作れるという方いればね、バリアね、ぜひ YouTube のコメント欄にね、うん、バリア作れますって書いてもらえれば、はい、僕バリア作れますそんな人いるわけねえだろもうなんでまあまあなんかいい過ごし方を考えますんでね、はい、お願いします。平日毎日愚痴を更新していますウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって、いやそうなんですよ、まあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから、そうなんです、こんな感じですから僕は隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。